ほい。どうもテルです。本日は DJI のオズモアクションカメラが、この私の自宅に届いたので、今日はそれを開封して、レビューしていきたいなと思います。で、実際届いたのがこんな感じになります。はい、白い箱でこんな感じなんですけど、これをですね、ちょっとカメラを寄せて、一つずつですね、開封して、やっていきたいなと思います。これをただ開封するだけではなくて、実際に外に出て、これのですね、どういった絵が撮れるのかとか、あとはマイクとか、今回新たに導入された手ブレ補正が実際にどんな感じなのかとか、まあそういった感じをですね、外に行って、動画を撮っていきたいなと思うので、この箱の中は、どういったものが付属しているのかをさっと解説して、もうすぐ外に、飛び出したいなと思います。では行きます。はい、それではですね、開けていきたいなと思います。はい、来ました。はい、これが本体になります。こんな感じですね。はい、こんな感じです。電池ですね、こんな感じで DJI というふうに書いてます。こんな感じですね。はい、ではですね、この本体、これを開けていきたいなと思います。これがこの上の部分でパチッと開けるようになってます。ここですね。はい、ここで、あとはこれがこう開くっていう感じですかね。はい、はい、来ました。これがまあカバーですね。こんな感じでもうボタンも押せるようになってます。これが本体です。では本体、ちょっとまず電池入ってないので電池を入れていきたいなと思います。これが、このままですね。なんともう電池のこの蓋がなくて、もうこの電池が直接なってるような感じですね。おお、つきました。これでいいそうですね。こんな感じです。ちょっともうとりあえずこいつをもう剥がします。いきますよ。っていうような感じで、やっていきたいなと思います。で、今回この目玉となるのがこのフロントスクリーン、もうこれが一番いいと思われます。本当にこれがですね、GoPro だともうここがない状態なんで、これがまあ今今回フロントスクリーンができたことによって、自分が今どこを映してるのかっていうのが分かります。では早速電源を入れたいなと思います。電源はここですね。ここを押すと電源がつくそうなんで、つけたいと思います。では電源を押します。3、2、1。ウェイ、来ました。すると、あ、こんな感じでイングリッシュってなるので、今回これタッチスクリーンなんでスライドでこういう風に設定できます。はい、とりあえずもうさっき SD を入れたいなと思うんで、もう一度電源だけ切っておきます。で、 SD カードがこちらですね。ここに SD カードを入れるところがあるんで、これをこうするとここに SD が、はい、入りましたので、これをパシッと、そしてもう一度電源を押します。はい、で、簡単にですね、これを説明していくと、ここをですね、今内カメラに戻すと、これがまだ映ってないんですね。で、ここを映したければ、ここをダブルクリックするそうです。2本の指でいきます。はい、となるとこんな感じで、映ります。で、さらにこれを次横にあるこのクイックショットっていうんですかね、この QS というこのボタンを長押しすると、はい、そうするとこんな感じで切り替わることができます。で、これを今見てみるとですね、ここちょっと分かりますかね。こちらが、電池の残量が分かったりとか、この SD カードだとこの20分22秒今撮れるよって書いてあったりとかですね、例えば今 4K の 30fps で撮ってるよっていうのが、このもうフロントモニターで分かるっていう、これが今回めちゃくちゃいいなと思います。で、さらにですけども、このレンズが、外せます。で、ちょっと私まだ、購入はしてないんですけども、ND フィルターとかを、つけることができます。いや、これがやばいです。
ND フィルターっていうのは、まあ、明るさを調整するレンズなんですけども、それをつけることによって、まあ、画質を落とさずに綺麗な映像が撮れるということです。ちょっとまあこんな簡単なざっくばらんとした説明ではあるんですけども、早速もこれを持って外に出ていきたいなと思います。はい、ということでそろそろ外に出ていきたいと思います。電源を落としてこのパソコンを映っていきたいなと思います。電源落とす。はい、今ですね、私の家からちょっと離れた海辺のところに来ました。ちょっとすごくいいとこなんですけども、これまさに、オズモアクションで、撮ってる状況で、手ブレ補正のない状況です。でまあ画角とかちょっと色合いとかそういうのを見てもらえたらなと思ってます。まあ、設定自体はもうオートで撮ってるんで、どういうあれなのかなとは思うんですけども、あとはそのマイクとかも結構ちょっともう海沿いなんで風がある状況ですけども、その状況でもこのマイクっていうのはどういう感じかなと思います。どうですか皆さん。私もちょっと今回初めてのアクションカメラっていうことでちょっと慣れてないんですけど、これからいろいろちょっとやっていきたいなと思います。今日はやっていく流れとしては、手ブレ補正のありとなしのパターンと、あとは今ですねちょっと曇ってるんですけど、ちょっと見えるかわかんないんですけど、曇ってて太陽が隠れてるんですけど、最後夕日が沈むシーンのタイムラプスとかも撮りたいなと思います。で、さらにですねこの下降りていけるので、水の中もちょっとこのまま初めてこの買った新品のこのオズモアクションをですね海の中に入れちゃおうと思ってます。まあ、サクッと入れる感じですけど、さらに海沿いに近づいたんで、風の音が結構するかもしれません。はい、さあどうでしょうか。ではちょっと一回今から手ブレ補正ありとなしのパターンをやっていきたいなと思います。はい、ということで、これが今手ブレ補正なしの状態で歩いているので、結構下が砂利道になっているので、もしかしたら結構触れてるかもしれません。どうでしょうか。はい、で今ですねこれが手ブレ補正ありの状況です。まあ、ロックステディがオンになっている状況なんですけども、いかがでしょうか。多分結構手は触れてる感じではあるんですけども、どうでしょうか。はい、ということで次は走りたいなと思います。でこれが今、手ブレ補正なしの状態です。さあここで段差を走ると、はい、はい、どうでしょうか。今手ブレ補正なしの状態です。はい、こけたら危ない、はいっていう感じです。次は手ブレ補正ありの状態です。はい、じゃあどんな感じか。はい、私はバク宙ができないですけど、ほいほい、ほい、マジか、やってもた。皆さん速攻割れました。マジか、速攻割れた。今これちょっと iPhone のカメラしかちょっと持ってきてないんですけども、もう無様ですよ皆さん。こんな感じになってます。今こういう状況です。画面が割れて、後ろは特になかったんですけど、傷がちょっとだけここ突きついたぐらいですかね。ただドンピシャになんとフロントスクリーンとこのレンズもちょっとだけ欠けてるんですけど、行っちゃいました。すぐさま DJI のカスタマーに、ちょっと電話したいなと思います。ただちょっと土日がやってないそうなんで、結構えぐいことしましたね。まあまあもうなってしまったことは仕方ないんで、まあどうせまた修理出せば治ると思うんで、言っても今日は初日で3分5分でフロントスクリーンのモニターを一撃で割っちゃうっていうすごいオチができました。逆に録画押しといてよかったなって思う感じです皆さん。へこんでるのでぜひコメントでも、お前アホやなとかバカやなっていうコメントはなしにしてください。ちょっと水中の映像を撮ろうと思ったんですけど、さすがにこの状況だと危ないよ。はい、ということなんですよ。いや、そういう日なんです皆さん。はい、ということで画面割れちゃったんですけども、まあなんとかこれ映像としてはなんか撮れてそうなんで、ここからですねちょっと今下が海があるんで、この波しぶきとかをスローモーションを撮りたいなと思います。なんで今ちょっと階段を降りているところです。ちょっと水をさすがにつけると大変なことになるんで、これをスローモーションちょっと撮ってで終わりにしたいなと思います。
これが今ロードのビデオマイクロで、音声を収録しています。いかがでしょうか。はい、これが今オズモアクションの内蔵のマイクで、収録しています。いかがでしょうか。はい、ということで、帰ってきました。もう言うことはないと思いますが見てください。こんな感じです。バッキー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 です。はい、ということで、こんな感じになっちゃったわけですよ。もうバキバキ。まあちょっとこれは DJI さんにですね、また月曜日に問い合わせして、ちょっとその辺は確認したいなと思います。で、実際にですね、今回使ってみた感想とか、あとは良かった点とか、そういう風に悪かった点についてお話していこうかなと思います。で、私自身がその GoPro とかアクションカメラっていうもの自体を今まで、持ってなくてですね、もう GoPro 買おうかなとか思ってた矢先にこいつが発売されて、もうすぐさま購入したわけなんですけども、やっぱり素直に、めちゃくちゃ良かったです。で、何が良かったかっていうのは、本当にこの身軽さっていうのと、あとは、GoPro にないこのフロントスクリーン、私が一撃で、傷を入れちゃった、割れちゃったこのフロントスクリーンが、フロントモニターですかね、がすごくいいなと思いました。こうやって見るだけで今自分がどう映ってるか、背景はどういう風に映ってるのかっていうのがもう一目瞭然で分かりました。開封動画でも解説したと思うんですけども、電池の残量が分かったりとか、 SD カードに対してどれぐらい撮影ができるのかとか、あとは今 4K の何 FPS で撮ってるのかとか、そういったものも分かるようになっているので、もうめちゃくちゃ便利でした。で、その後帰ってきてから、その手ブレ補正の方もですね、ありとなしの方を確認してみたんですけども、もう手ブレ補正の方はめちゃくちゃいいですね。この私がもうまさに走りながら手ブレ補正をオンにした状態でこいつを落としたんですけども、走りながら段差をジャンプしたり、したんですけども、それでも結構スムーズに映像として、見れるものとなってました。言ったら私が持ってるようなロニー S とか、スマホ用のオズモモバイルみたいな、この中に入ってるっていうような感じなぐらい、手ブレ補正に関しては良かったなと思います。思ったよりもそのマイク性能に関してもいいなというふうに思いました。まあ今回ですね、その私が今これ使っているのがロードのビデオマイクロっていうマイクを使ってて、そのマイクとオズモアクション、この2つのですねマイクの比較をしてみたんですけども、まあ、それでもまあ特に問題ないというか、普通にまあ使えるぐらいではあるんじゃないかなと思います。このオズモアクションのマイク自体も Vlog としてはすごく使えるんじゃないかなと思います。で、あとはタイムラプスとか もう手軽にサクッと撮れるんでいいなと思いました。で、ただこのタイムラプスに関しては、撮影途中にこうずっとパシャッパシャって撮っていくとですね、今実際に何秒ぐらいなのかとか、あと残り枚数は何秒で終わるのかっていうのがですね、途中からモニターのスクリーンが消えちゃって、今残りあと何分で終わるのかっていうのがちょっとわからないっていうのはデメリットかなと思いました。普通にまあ3分なら3分、5分なら5分、10分なら10分っていう風に時間を自分で時計とかで見ておくと、まあこれぐらいで終わるだろうなとは思うんですけど、なんかスローモーションに関しては、今回1080の8倍のスローモーションをやってみたんですけども、あの水しぶきがすごい臨場感があって、あれはすごい、これからなんか使えるかなと思いました。まあ実際私にも友達とかと遊びに行くときにこれを持って行って、例えばなんかわかんないですけど、遊びで友達のスローモーションを撮るっていうのも面白い遊びができるんじゃないかなと思いました。まあ映像を見ててですね、時間帯が遅くなればなるほど、この映像自体のノイズが結構出てたかなと思います。まあ時間帯的に私が撮影したのがもう6時半とか7時夜の7時前後だったんで、まあどうしてもちょっとこういうアクションカメラは夜には弱いと思うんで、そういう意味でも結構ノイズは出てたかなと。だからまたちゃんと明るい時間帯に、もう一度ですね、このオズモアクションをまた撮りたいなと思います。まああとはですね、まあ実際私今回これを落としちゃってこういう状況になったわけなんですけど、やっぱりこういうのは持つ時には、例えばこれにストラップをつけて手首に巻いておくとか、もしくは首からストラップを下げるとか、もしくはこういったようなちっちゃなミニ三脚、こういうグリップがまあいろいろあると思うんですけど、こういうのを装着して、でこういう風に撮った方がいいと思います。まあ結構当たり前かもしれないですけども、いや私にはもうこの素の状態でいかにどういう風に撮れるかっていうのを今回考えてやってたんですけど、まさかまさかのこうなるとは思いませんでした。
こういう意味でも、まあ、フロントに、しっかり、保護フィルムをちょっと今回貼ってなかったんで、そういうのも貼った方がいいと思いますし、まあ、いろいろ対策はちょっとこれから、また YouTube の企画として、保湿を大事にするために、いろいろまたそこは対策を練りたいなと思います。逆に、こういう風な対策をした方がいいよとか、こういうのをした方がいいよっていうのがあれば、またそれもコメントを残していってもらって、教えてもらえばなと思います。私の中でも唯一心残りが、水中撮影。それができなかったんで、ちょっとこいつが修理から帰ってきたら、水中撮影と、あとは、この DJI さんのホームページにも記載してある、星空のタイムラプスが撮れるということで、これで星空がどんだけ撮れるのかっていうのをちょっとやってみたいなと思うんで、また最後ちょっとこの割れたお話ばっかになりますけども、ここ今今回こうバッキバキに割れて、でレンズをちょっと欠けてるような状況ですけども、まさかこれ思ってたより普通に映像としては撮れました。後ろは特に何も問題ないので、操作自体は特に不自由でもないです。こうやって見る分にでも画面自体は見れる状況なんで、こんな感じで画面は割れててもスクリーン自体は見えているので、特に映像を撮るっていう部分に関しては正直問題はありませんでした。そういう意味でもすごく強く作られてるんだなと思いました。特に中の機械自体は多分壊れてないっていう状況だと思うんで、もし何かあった時は Twitter でつぶやくかもしれませんが、今のところ特に問題なく普通に使う分には使えてるんで、それはすごいなと思いました。ただまあこれについてはちょっとこれから落とさないように使い方に関してはまた対策を取りたいなと思います。ということで、今回ですね、ざっくばらんとあっさりとしたこのレビュー動画にはなってしまったんですけども、こんな感じで今回の動画は終わりにしたいなと思います。また次は星空の撮影とか、あとは水中の撮影とかをやっていきたいなと思うんで、ぜひそれもお楽しみにお待ちいただければなと思います。ぜひ今回の動画に、グッドボタンの方をお願いいたします。まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。では、バイバーイ。Why should I stay? Please take me away from the light. I don't belong with might and with force.